テレビジャパンは NHK コスモメディアアメリカが北アメリカで放送を行っているテレビ局である1991年4月に放送開始原則的に NHK の番組民放の番組を組み合わせて放送しているまた NHK 関連企業現地の企業のコマーシャルも放送している受信可能地域はアメリカ合衆国プエルトリコ カナダの一部で CS 放送の Direct TV 及びケーブルテレビで視聴可能。日本からの滞在者向けに契約しているホテルもある。2カ国語放送実施。ステレオ放送。NHK ワールドプレミアムと同じく放送権の都合により番組の一部が改変され、あるいは番組そのものが放送されないことがある。 例えばニュース番組の中で海外の放送局から提供された映像を使用する場合、その映像は日本国内のみの放送しか許可されていないので、静止画で置き換える、二かぶせと呼ばれる処理を行って放送される。このため、視聴地域の時差と相まってニュース番組で盛りあるタイムでない場合がある。NHK 以外の放送局で制作された番組は放映権の確認に手間取るため、 日本の放映からかなり遅れて放送されることが多かったが近年は約1週間の遅れで放送される番組が多い。これらの番組も権利の都合により一部が改変される。日本と同時放送ワールドカップ予選では2005年6月に2試合を録画中継した。オリンピックの場合2004年のアテネオリンピックで初めて独自のダイジェスト番組において一部の映像を 放送することができた。ちなみに、他チャンネルで日本からのニュースが流される場合、オリンピックの部分は都名に差し替えられる。この都名については、中国語ニュースやハングルニュースでも同様である。録画放送、レギュラー番組ニュース、報道た政治、経済ドキュメンタリーいた子供、幼児教養た旅た、気候ドラマた音楽バラエティタアニメたスポーツ。 特別イベントたそのたたすべて録画である。番組は一部を除き再放送されている。ここでは、過去数年内に放送されたものも含め記載する。ドラマた、バラエティ番組たテレビジャパンシネマシアターとして、主に放画を単発放送。英語字幕付き、再放送あり。放送日は、アメリカ国内の祝日か週末。原則として、放送順ほか、2000年代。 2010年代の映画など、他、ありがとうございます。